付随するカラートです。魚いっぱい、川魚ですね。まあこんな感じでワット三茶のカラート、ワット三茶はい、ワットサンチャオと書いてありますね。さっきお参りしたところです。ロッティニュー、ここで待ってろと言われたんだけど、おかしいですね。これ釈迦塔、釈迦塔という果物ですね。一袋30バーって書いてますね。約100円ですね。スミレ、スミレとイカ、スミレかな？イカじゃないな。イカも切ったやつかな。40バーツだって言ってますね。1本20バーツ高いな。70円ですよ。こんな感じ、人がいっぱいいます。なんだかわからんけど技を感じる。ピーナッツ菓子ですね。これは結構美味しいと思うんだけど、地味に美味しい。これ果物なんですよ。これ30バー、これ焼きバナナ30バーついてます。100円ですね。あそこに招き猫、タイはね、招き猫がねすごくいっぱいいるんですよ。こんな感じ、さっきの、はい、かわいいですね。あ、2匹もいた。2匹もいた。とっても可愛いって言ってます。お、あら。これゆで卵に塩卵ですね。白いのは塩卵で、赤いのはあれですね、いわゆる何だこれ、日本にも中華料理屋行くとあるやつですね。植木屋さん、結構ね、植木屋というか植物多いんですよ、タイは。ルーク、カイナウ、カイナウ。あ、これはあれだ。いわゆる、なんて言ったっけ。これ、なんて言ったかな。これナスメヤシかな。
さっきのあれ名前忘れちゃったな、あの果物。2種類違うんだな、多分。高い。あ、このお坊さんですね、うちにも写真があるんだから有名な人なんだな。これはご存知、マンゴー、熟れた黄色いマンゴーですね。これ結構ものすごく甘い。うん、あ、どこ行っちゃったんだろう、皆さん。宝くじ売り場。あ、いた。おお、またタワイ。タワイ、大変だな。おお。当然是吧。